タートしました。その若干ぐらついたか、コースタートを切ったのは油上次郎です。外からダッシュを効かせてスマートピアから出ていきました。間からはターメイデンです。真ん中からは6番のケンコパスワード、さらに県内14番のバカーラを加えて仙台公園へ追った返して、これを見るようにね、後ろ水槽4番のバテンボームラボーです。さあ、各は1コーナーカーブし終えて、これから2コーナーです。5番の名村亀次郎が勝ちますが、名村亀次郎の方は赤いストーンが赤いポシントが先頭2番手ですが、今度は見てらっしゃるの6番のゲームパスワードが先頭となった。内を狙ってケーバラ、内を狙ってケーバラ、そして真ん中突っ込んでバテンボームラボー、バテンボームラボー、それでストーンからの順番のスマートピアパに足を伸ばしてくるか。先頭は抜け出している6番のゲームパスワード先頭だ。午前中で早く3勝になります。そして2番手ですが、4番のスマートピアパリが初めて2番手がカットしたか。さらに4番マテンボームラボー、外からパカーラ